メイです。メイラです。ヒズハです。ピンク、ラテ、B、始まるよ。イエーイ。はい、今回はメイちゃんとヒズハちゃんのカバンの中身を紹介していきたいと思います。イエーイ。それでは早速紹介していただきたいと思います。あ、メイラは進行役としてやっていきます。それでは、どうぞ。じゃあメイちゃんから。メイのカバンはこんな感じのカバンです。かわいい、おしゃれ。メイおしゃれだね。このカバンはリボーで買いました。へー。中はあの100均の別で、あ、巾着を綺麗に保つことができないので。できないんだね。中を紹介します。1つ目、お財布です。これは近所の雑貨屋さんで買いました。バッグと似てる。そう、雰囲気が。このハートも可愛い。ね、可愛い。ちっちゃいからいいよね。そう、もともと大きくて、ちっちゃいバッグとかで持ち歩くのが大変で、小さいのに買いました。ヘラもちっちゃいの使ってる。はい、私も。みんなちっちゃい。次、スイカが入ってます。何それ。約束のネバーランドっていうアニメの。知ってる？なんか、若干見たちょっとだけ、知らない。これは役ネバーで最優秀の子です。次は星。これはあのペーチ、ペーチって何？ペーチが中にあるんですけど、取り出すのがめんどくさいから、前髪とか崩れたらすぐ直せるようにパピンポンって入れてます。はい。めっちゃ子なんですけど、ハンドクリームです。手が乾燥先生からめっちゃ使ってます。うん、次は、おー、すごい。だけ止め。あんま手で伸ばすタイプが好きじゃなくて、あんまり使ってないんですけど、このバッグにちょうど大きさが良かったから持ってきました。普段日焼け止めは持ち歩くようにしてて、何種類か持ってて、今日はこれですね。メラもこの種類使ってる。普通にいいよね。私も使ってる。なんか限定のやつ使ってる。あー、どこに行くにも必ず好きなアニメキャラとか推しのグッズを持っていくようにしていて、元気が出るからって理由で持ってるんですけど、今日の友達はヒガアカのトドロキショウタくんです。毎日違う。大体違う。これが最後かな。次 C のポーチです。ちっちゃい。中がメイク直しとか保湿リップとかアホ毛を、アホ毛となんかすごい出るんですよ。縛ってもこんにちはって出てきちゃうから、こうやってやるやつを持ってたり、これもなんていう、マトメージュ。あ、そう、マトメージュをポニーテールとか学校でよくするから、マトメージュを持っています。メイちゃんコンパクトなと思う。めっちゃ持ってる。ね、確かに全部ちっちゃい。バッグが小さいから、あとはヘアゴムとか、ビューラーとか、アイシャドウとか、その日したメイクとかに合うように直してるようなものを入れてます。メイのバッグの中身はこんな感じです。全部ちっちゃくて、全部可愛くて、そして、推しが出てきました。じゃあ次は、ゆうちゃん。はい、私はリックです。これはピンクラテさんで買ったやつです。2人とも白だね。春っぽいから。あー、肉しこちら、スローブさんのエコバッグです。これはクレーンゲームで作ってくれました。お財布、ハートがついてるし、すごい、かわいい。これは男梅のソフトキャンディーです。食べれないんだよね。同じ。イエーイ。これがニコプチナフノクのポーチみたいなやつで、こっちにティッシュが入ってて、絆創膏2個入ってます。お、女子力。次、ハンドクリームです。ラブンディ。ディズニー多いね。あ、確かに。ディズニーで可愛い。次がハンカチです。お母さんに持ってきました。次、これメイク落としシートなんですけど、夜遅くなった時とか車の中で落とした方が楽なので、これ持ってます。これは今の時期大事な消毒です。キレイキレイ。こっちはイヤリングが入ってます。今日してきたんですけど、道に落としちゃったのでここに入れました。落としちゃってここに入れてます。以上です。かわいい持ち物が。はい、ということで、2人の
カバンの中身紹介でした。どうでしたか？参考にねしてくれると嬉しいですね。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。